令和の時代のスタートに合わせて新ししいアプリを作りましたこの度カグラという名前のアプリを作り皆さんのスマートフォンで利用していただけるようにシステムを組みました CGS や石垣革大学政党 DIY それから龍馬プロジェクトといった私が関わる活動の情報を毎日無料で皆さんに配信しています詳しいダウンロード方法は動画の説明欄に書いてありますのでそちらの方からダウンロードしていただきぜひさまざまな情報を集めていってください登録をお待ちしています c g s の皆様こんにちは神谷宗平です。本日もじっくり学ぶ民族情報工学をお送りしていきたいと思います。講師は伊藤先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回から年中行事についてということで、でねはい、はい、なかなか前回哲学的なお話を聞いて、はい、なんかあのしっくりと私は来たんですけども、えー、今日はまあそういったお話を踏まえて年中行事具体的なところをですね。はいはい、はい、あのまた、えー、小読みなんか見ながらお話いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 今ちょうど季節であの、まあ、秋から冬にかかってくるというところなので、まあ、その辺のです、ね、年中行事、はい、まあどういった行事があったのかということを、うん、まあ暦にあのこう紐づいてお伝えしていきたいなというふうに思っております。はいまあ、まず暦というのはかゆ、まあ、み暦ということで一、まあ、日一日を、ね、大切に過ごすということなんですけれども、まあ、それを一つのこのん、えー、ですかねこうスケジュール要するに目とか カレンダーの暦とはちょっと違って、はい、日本の暦というのは中にすべて意味を網羅されて意味が網羅されている、うん、まあ前回お話ししましたような先人たちが伝えたことこういったことを大切に大切にこうあの、まあ、なんですかね落とし込んでいくというか、まあ、そんな形の中で日本の暦というものは成り立っているのかなというふうに思います。はい、でえそこででで今回すすが、えー、ちょうどですね、まあ関路走行 いうふうにちょうど二十四節ってありますよね二十四節気二十四節気は中国から来たあのメモリーにあたりますが、うん、でこの中で月の、うん、月の名前ですね まあ今はカンナ月、10月はカンナ月、うん、でしも月シバスとか月とかありますが、うんはい、この月の名前は日本特有の名前なんですね。確かに、うん、海外で聞いたことないですね。はいうん、でこの月の名前にも実はまあいろんな意味があるんですけれども、はい、でこの月に対して、じゃあその太陽の暦よりも日本人はこの月の暦の方にですね、こうすごい心配を抱いたんですね。はい それはなぜかというと「月の暦」は、まあ、先ほどっていうかこの間お話ししましたような体体と非常にせあの意味があの、うん、要するに共通項っていうかなんかすごくこう深いところでつながってるからなんです。はい、であの肉付きというように、はいはい、月の暦というのはそのまあ 古だから月を見てると何かこう涙が出てきたりとか、はい、月を見てると何かこうふっとこうまあね空海の月相感じゃないですけど何かこうアイデアが湧いてくるとか、うん、そういう感覚っていうのがあると思うんですが、はい、それはだからあの、まあ、この間の折口が言ったように折口も発想という言葉をね、まあ、彼が作った言葉なんですけど、うん、発想って 今の私たちは頭で何か考えるっていう発想って感じしますがあるいは思いを発するってことなんですよ、うん、思,いす思いを発する、はいうん、思いの思いがね、思い出の思いでしょう。うんうん だから深いところの思いをもうね言葉にしちゃいたいみたいな感覚が発想なんですだったりするす。新しい発想が浮かぶっていう使い方しますけど、うんうん、本来は違ったんですだから発声とかもそうですけど、うん、生きることを発するっていう命を大切にするとか、だからまあどんどんこう。 まあ時代の変化とともに言葉の意味合いも変わってきてはいるんですけれども、はい、まあだからそういう,こう思いを発するということですね、うんうん、でそんな中で、えー、と昔の人が大切にしてきた、まあ、月を見ながらいろんなこう思いを発してたっていうことですね、うん、だから今あの、えーまあ、夜,夜もこう太陽じゃないやこう街灯がギラギラしてて、はいでまあ、夜なんだか昼なんだか分かんないような、んねうん、特にがたねそうすると、まあ、月を見てね。 ああなんかこう綺麗だなとか月を見て昔の人を思い出すとか、うん、そういう瞬間ってないですよね何かね,ね、まあ、だからそういうことが必要だったんですよということで、うん、特にこの秋から冬にかけてとにかくですね月と星を祭るという信仰が、うんうん、とにかく、えー、たくたさん行われますはい、はい、そこで、えー、とでいっと「月と星」っていうことで言うと「 あの月祭りっていうのが、大体あの秋になると月祭りが始まりますよね。ええ十五夜から始まって、ええ十三夜、それ十夜という感じで、こう月の祭りが始まります。で月を見るときに、あの。うんと、お団子に穴を開けたり、ナスに穴を開けて見るって話この前しました。はい。少しね、聞いたかな。うん、もう一回。それどっかで聞いたんですけど、番組なかったかどうか。はい。ええ。 茄子に穴を開けてこう見るみたいなね、うん、片目で見るっていう、まあ、その邪詩といって、はい、目のね、まあ、魔力というか、うん、まあそういったものだっていうことでお話をしたんですがでこの東間屋っていうその最後の月祭りですねこれが行われるのがこの陶那月なんです。はい、で陶那、えー、月月祭りですね。はいはい、でっていうのは とか猪子祭りってご存知ですか？いや猪子祭りは聞いたことないです。猪子、うん、っていうのは、えー、関西の方関西は、ま、東京より伊北、うん、まあ異性というかまあだいたい猪子を祭ってたりとかしてですねでまあ関東よりもあの伊北の方は東関やっていうこれ両方とも同じような祭りなんですがはい十月十日を祭りするんです。うんうん十月十日はい、はい で10月10日というのは、はい、ほら子供が生まれる時間じゃないですか十、ね、月十日,、うん、日でね、はい、子供が生まれるように、はい、実は今年という神様が、はいあのー、今年という神様が1月の1日に入って十月十日でお仕事をすべて終えられてこちらの世界に生まれてくるっていう考え方があったんです。が、うん だから年神様が、えー、と旧暦の1月にこう入られて十月十日を経てこちらの世界に生まれ変わってくる要は何かというと収穫の収穫までのいろんなお仕事を向こうでしてくださっていて、はい、で収穫をもたらしてくれる神様ってことなんです十月十日。なるほど、はい、でこちらの世界に来る。うん、だから、えー、とうん十五夜で えーと豆名月とか芋名月とか言って豆や芋を祭りそれ、うん、で、えー、栗を祭りとかっつって菊を祭り十三夜で,ですね、うん、で十十十十十館夜で、えー、と他の神様を祭りするという、うん、まあそういった風習ですだから新嘗祭とかと非常に近いお祭りなんですね。 ニナメ祭とねもう一つね重要なのはねイオマンテともすごく似てるんですよ。おイオマンテはいはいアイのねそうそう、ねはい、イオマンテ要はイノコをお祭りしないと、うん、来年の収穫とか、うんね、健康も豊穣的なものも一切与えられませんよと、はい、なのでイノコを祭りなさいっていうお祭りなんですね。でなぜイノコというかっていうと10月が えっと「いの月」と言ってですね「外月」うん「外月」外「外日」「外」の時間の「外字」ですね、うん、要するに「いのこの」「いの」の「いの月」はい「いの日」うん「いの刻」にまつるこれ10月10日、うん、夜10時っていう決まってるんですよ。夜10時になると1010 10日やって10日目のね,目のね月がねこうこうと光るわけですね。うん、この光は 大いあの八月、うんと中秋とか、後の月よりも光って見えるわけです。夜空が住んでいるので、はい、寒くなって、で光ってます。その時に子どもたちが。もぐらたたきをするわけです。へえ<ー>、うん、はい、うん。で、もぐらたたきをするのに、こうわら鉄砲とて言って、わらでつぐった、こう、なんかこう。 竿のようなものでこうもぐらた,たきをしたり、うん、あとイノコっていうまあイノコ石っていう石を石で石をみんなでこう藁で結んでそれをボンボンついて歩いたりとか、まあそうやって子供がですね家々を回って歩くっていうまあそういった風習なんですね。はい、っていうとなんか似てるものがありませんか。でねあお菓子もらってに行くんです。でいたずらかごちそうかっつって。 ハロウィンそう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 <ー>ハロウィンと全く一緒なんですよ、ねあ。確かでハロウィンと違うのは、まあ、あれは10月30日って決まってますけど、うんはい、多分ねあれももしかしたら旧暦と新暦との関係でもっとね亥の子に近かったんじゃないかなと思うんですが。うん、でというのは何かっていうとその亥の子もちっていう、ね、お餅をね、まあ、作ってそれをまあ子どもたちに配ったりするんですが、はいいは この子供を呼び寄せるために、とにかくお菓子とかね、まあ、いろいろ工夫をするわけですよ。子供が来てもらわないと困るんで、子供が来ることによって。あの、ほら、家の建前と一緒で、その家にね、服をもたらす。家の建前もそういうこと。そうです。そうです。だから、ほら、持ち、持ち配るね。持ち配るでしょう。あの、お持は何かというと、お年玉ですか。ね。年玉でしょう。一年の。 神様のが宿る年玉としてのイノコなんです玉っていうのは年っていうのは実ると書いて年だったね。要はあの実りしほ収穫を与える神様が年神様だから、うん、収穫をもたらすものですね。でこのいのこ餅の中には面白いことに「まあ、源氏物語」の中にもあるんですけど。はい 7つのね宝が入ってるんです。<う>うん、種が入ってるってい。ほ<う>種が、まあ、小豆だったり大豆だったりささげだったり栗だったりあと、えー、柿と飴っていうふうになってるんですけど、えーとまあ、そういうこうあれもう一つなんだっけ、えー、もう一つごまですね。で7つのねその種が入ってる。こことによってこの種が 子供たちの中に入っていって、子供たちは神様の子でもあるので。うん、で、また来年、まあ、その収穫がもたらされるっていう感じ。なるほど。そういう、もう十日にって、僕、名前は聞いたことありますけど、そういうのを初めて知りました。はい、ね、いや、田舎でしたけど、僕、生まれ育ち、全然そんなの経験者はないです。はい、あの、これ。 北海道ではあのロウソクもらいっていうね、うん、まあ田名の祭りの時にあるんですけど、ロウソク出して出せ出さないと引っかくぞって言って、うんはい、お菓子もらって歩くんですね。うん、だからその子供たちが渡り歩くことによって、うん、その家々が繁まあその繁栄していくというか、うん、まあ栄えていくという、はい、まあそういったことの一つの祭りですね。うん、はい。だからうんとまあこれも向かうとでちょっとこの歌の歌詞とか言いますけど。 でこれがですね東海屋が亥の子でこのあとに、えー、これイノシシの次,次はネズミですよね。はいうん、でこのイのシシからネズミにかけてが、うん、もう祭りがもうねとにかくたくさんの祭りがここに主役するわけです、ね。はい、このネズミの祭りが何かっていうと大国祭りなんですね。ほ<う>大国祭大祭祭は木の絵のっって言って言 子って言ってそこからねまた新しい年が始まるっていうことのお祭りになるんです。はいうん、でもう一つ重要なのは亥の子のお祭りの中に7種類の種が入ってる、はい、大黒様の袋の中には7つの宝が入ってますね、はい、尻尾が入ってる、うん、これとかけてるの、ね<ー>うん。で大黒様の大黒様はほらお米の神様じゃないですか、うん、お米をもたらす、はい、大黒米とかね。で から大国様が持っている袋これはまあメノウとかシャコとか金銀銅、まあ、金銀瑠、えーはい、とシャコ何だっけ、えー、琥珀とかねあと針ですね、まあ、そんなものが入ってる袋なんですけど、うん、まあそういったことの、えーまあ形容としてあるということですね。うんうん、あとはまあこの頃はえっと、まあ、もみじ狩りとか、えーまあ、もみじ狩りはあの別に。 もみじを見て歩くんですが、うん、子どもたちにとってはねもみじの葉っぱを集めたりとか、はい、あとどんぐり集めたりとか、まあ、そういったねことが楽しい行事がたくさんありますけど、はい、あとはあのみんなで集めてきたこの葉を集めて焚き火を焼くとか、まあ、そういった時期ですねに入ってくる、うん、あとは夜が長くなるので子どもの遊びとして影とかねあのこう手遊びっていう。 をするんですね。はい、そういうのをやるっていう、まあそういったことで子どもたちがその心を養うというのがこの冬の行事の中にたくさんありますね。うん、はい。でもこれはすべてになめ祭とか収穫祭この裏にあるお祭りとしてずっとあのまあ培れてきたものなんですね。はい。えー 紅葉狩りをそういうふうに見たことはなかったし、うん、単なる観光だと思ってやってたのでそうですねだからあのまあ紅葉狩りっていうとねなんかもみ狩るっていうイメージがありますけどそうではないって、ねうん、見るということですよねはい、うんまあ、そういったから、まあ、秋というのはあの子どもたちに 先人たちのいろんなことを伝えるということですごく重要な時っていうか夜が長いのでおじいさんおばあさんとか子どもたちに伝えるということがすごい大切な時として考えられていました。じゃあ農業が収穫が一段落して秋の夜中にそういったことを伝承するとそういう流れがあったわけですね。そして10月なんですが10月のことを神奈月と言いますね。 で「神奈月」っていうのは「神がない月」というふうなことで、うん、皆さんね思われてますがだからまあいつもは「神有月」というふうに言ったりしますけど実はその、えー、これはね「神無月」といって本当は「雷がない月」とかねとも言われてるんですが雷が鳴らなくなるはいう。はい 要するにあの上にいた神様がもうみんな下に来られていて生まれ変わってきちゃってるのでいないとかあとは「情勢好き」っていうとお酒がねそろそろこれ、まあ、出来上がる時期であるとかあとはその何、うん、ですか、えっと、お米が全部その出来た時期というかそういったことで神梨っていうのはすべてのものがもう出来ましたよっていうすべてこれ今年という年が もう完成しましたよみたいなそれがと戸月の,あの、えー、カンナ月のことの意味だった、うん、ということなんですねな,、はい、なんか日本中の神様が出雲に集まるからカンナ月っていう話は聞いだわだったんですけど、うんうん、不思議ですよね、うん、だってほらうん出雲って恵比寿様とね今年の主と大黒様が恵比寿にいるわけじゃないですか本当、はい、であれば、はいうん、ところが恵比寿様と大黒様は留守番神としてね、うん、家に残ってるっていう、はい、そういった話もあるわけですね、はい でだからそういった神様がいつもに行くっていう話は多分ずっと後の話でもともとはそういうことは誰も知らなかったと思います。うんうん、それよりもそのお米とかすべて食べ物がもう実ってもう完全な状態になったんだっていうもう本当に1年で一番楽しい時期なんだっていう、うん、それがですねこの時なんですよね。うん、でまあちょっとこの亥の子の話までだけしようといますね。はい であともこのあたりからまあ土曜が入るんですけど、でえっ、ー、とイノコでイノコの、えー、歌がちょっとその後に入って、そう、はい、です、はい、はい、はい、イノコイノコイノコの夜祭りはものは、うん、鬼梅蛇梅角が生えた小梅と、うん、まあそういう風に言ってですね、呪言を吐きながら子供たちが歩くわけです。うん、で逆にそのイノコをちゃんと言おうた家はもう本当に繁盛して繁盛して、うん、そして あのまあ、蔵が立つとか家がもうずっとねあの続くよという話をするわけですね。で五穀豊穣を祝い本当に無病息災祈るという、まあ、そういったお祭りだったということなんですが、うん、イノシシというのが子沢山ですよね。沢山、はいうん、の象もあってあと山の神様に対して捧げ物としてのイノシシみたいなものもあってですね。だから山の民は イノシシを、あの、まあ、たいてですね。うん、山の神に捧げるという、そういった、はい、で、まあ、みんなで食べながら。山の神に対して、まあ。あの、感謝をするという。そういったお祭りなんかもありますね。うん、はい。それが、まあ、イノシシの祭りになります。うん、はい。はい、はい。ということで、今日は神無月十月の、旧暦、はい、の0月の。ね、はい。お祭りについて。はい、はい。い、くつか聞いてきました。はい。はい ええと、当館家は名前だけ知ってて、猪の子祭りのまあ、全然知識もなくて。うん、はい。はい、ということでしたけれども、はい、まあ、一つの一年の締めくくりみたいな。そうですね。はい、10月で一回終わる。うん、はい。うん、そういう意味があったと、いうことですね。はい。わ、はいはい、かりました。今日も,もありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。